テレビ版議会でより市議会は新しい議員構成になりましたが今回は今年1月までの任期だった第18次議会の議員による一般質問についてお送りします小室市議会12月定例会で一般質問に立った14人の議員のうち後半7人の議員の質問内容と理事者側の主な回答についてご紹介していきます 土屋俊恵議員です妊娠時から出産、子育てまで一貫した伴走型相談支援について、妊娠・出産時の相談支援の現状と課題はどうか質問。市長は、妊娠・出産時の相談支援は、健康づくり課において、母子健康手帳の交付時にアンケートに回答をし、保健師が面接を行う。出出産産届出時には産婦本人か 家族と相談を実施している。課題は、若年や予期せぬ妊娠により、妊娠継続に悩む妊娠届出前の方に対し、いかに必要な支援を行うかであると述べました。出産前後から3歳未満までの経済的支援について、出産・子育て応援交付金の取り組みはどうかと出すと、市長は、この交付金は令和5年度以降も実施予定である。 今後、国から示される詳細を踏まえ、今年度中の開始に向け準備を進めると回答しました。中村健次議員です。ガイドライン・指導要項の制定によって、課題への対応は機能してきたか。行政から毎年見直しをするとの答弁であったが、PDCA の機能は十分されてきたか、ただしました。市民生活部長は、市役所庁内で ゼロカーボン戦力推進本部の設置をし、温室ガス抑制に向けて取り組んでいる。現在、発電設備は688箇所であり、認定済みで未稼働は210箇所である。今まで毎年見直し、令和元年度には指導要項の施行となっている。11月15日市民有志任意団体太陽光パネルをを考える会より条例制定を前提に 素案が提出されたが、条例制定に向けた行政の具体的な対応、また制定へのスケジュールはどうか正すと、市長は、12月にたたき台を作成し、環境審議会、パブリックコメントの手順で、強制力のある条例制定に向け、3月議会へ上程の考えであると述べました。掛川武議員です。国保保税は、他の公的保険よりも、 加入者負担が大きい仕組みとなっているそして収入に関係なく負担するのが資産割、均等割、平等割だ急激な物価高で低所得者は生活が苦しくなってきている均等割と資産割をなくすことはできないかとだしました市長は県は令和9年度までに資産割の廃止に向け検討している均等割についてはなくすことは困難だが 所得が基準以下の場合は軽減対象となっている新たに今年度から未就学時の均等割を5割減額すると述べました市は太陽光条例制定に向けて動き出したが条例の中身が問題だ市は一貫して営業権や財産権などの試験の制限ができないことを理由として条例制定には至っていない県内では77市町村中 25の市町村が条例を制定している条例の意義をどのように考えるか質問しました市長は国がしっかりとした法令などの基準を設けないと各自治体で対応の差が出てしまうと回答しましたコーズマミ議員ですこれまで行政マネジメントの課題としてチェックのチェックが必要であることを正し答弁で共感いただいてきたが未だ実施には至っていない チェックをしっかりしないと、改善を図っても期待した効果は得られない。現状把握と分析は丁寧に深く行い、チェックをしっかり行って、責任の所在をはっきりさせ、改善を図っていくべきと考えるがどうか正しました。総務部長は、マネージメントシステムについては、行政運営において、国内で一流の日本生産性本部と一緒に作り上げてきている。 議員の提言も分かるので、今後より成果のあるものに作り変えていけるよう検討すると回答しました。子育て・教育分野は人づくりであり、小諸の将来を作る最重要政策で希望につながる。来年度の実施計画ローリング中のこの機会に、ぜひ見直しをして、優先順位を上げ、教育分野に思い切った人的配置と予算配分をすべきではないか出すと、市長は、 思うところは議員と一緒。小室市の将来を見据えて、子どもたちの教育にしっかり取り組んでいこうと思うと述べました。竹内健一議員です。各区の課題は何か質問。市長は、人口減少に伴い加入する区民が減少していき、役員の成り手不足や高齢化の問題が深刻であると回答しました。駅舎の現状と課題は何か質問。 市長は、72年が経過し老朽化が進んでいる。駅舎を含め駅前広場や回遊性など、周辺全体でどのようにしていくのか検討が必要であると述べました。また、駅舎再構築は市民協働で進めていくべきと考えるがどうかと出すと、建設水道部長が、駅舎は品野鉄道所有の建物であり、 駅前広場と一体的な活用を図っていくために関係団体や民間事業者との連携が重要となる未来ビジョンの策定には多様な皆さんと協議をしていきたいと回答しました早川人氏議員です給食費を完全無償化する動きが全国各地で相次いでいるこれは物価高騰などが背景にある高槻市では 子育て支援として給食の無償化が一番効果的と判断し、小中学校でも無償化を始めた。47都道府県では、小中学校ともに無償化している市町村が少なくとも200以上ある、この子育て支援として給食の無償化が一番効果的というものについて、どう思うかただしました。 小室についいては無償化をしししないと回答しま佐し久地域で見ると佐久市と小諸市以外はすべて無償化しており県内では21町村が実施している小諸市が若者から選ばれる町にするためにも無償化を早急に検討すべきではないかただすと市長は子育て支援というのは無償化するのもその一つかと思うが地元の食材を使って 地産地消に努めて美味しい給食を作るという部分が一番の子育て支援と思っていると述べました福島鶴子議員です市議会に対する認識はどうか質問市長は地方自治体の役割を果たすため緊張感を持ちながら提案や指摘には真摯に対応していくと述べました緊張感維持で 会派や議員個人との付き合いをどう考えるかとの問いには、市長が政策の意見交換などのあとで、懇親の会に参加したことがあると回答、一般質問の答弁の中で、質問者の質問を遮るようなことがあった、真意を伺いたいとただすと、質問を遮断する意図はない、他の機関への配慮からの答弁だったと述べました。3月議会で 市民プール廃止の条例が成立したが、家庭で市民への説明やパブリックコメントを経ずに行われたことに、父基本条例に反することが指摘されたが、行政の答弁は行政判断であった。必然性への説明は何かとだすと、総務部長は、この事案については、審議会を開催し、意見をいただいている。3月議会で認められている。 行政裁量権の行使には当たらないと考えていると回答しました。